はいどうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、ネットでねコンプしたのを買いました。ポケットトミカレスキュー救急消防署編全6種類見ていきたいと思います。カプセルの色、青色、緑色、赤色、白色、黒色、黄色の、6色となってますね。ではグリーンから見ていきますね。バカッと開けて、おーすごい、なんだパーツめっちゃでかいっすね。まずはねガイドブックから見ていきますね。ペラペラっとめくって、はい、こちらはポケットトミカレスキュー救急消防署編ですね。ラインナップ全6種類となってます。はい、こんな感じの6種類ですね。あ、すごい、消防署ね、前に似たようななんか出ましたよね。ベースストラクチャー消防バージョンっていうのがあってね、あ、警察か、前警察バージョンでしたよね。袋から取り出して、これパーツ多いなって思ったら、これは消防署かな、消防署が入ってましたね。では組み立てますね。いやー、これね苦手なんですよね僕組み立て苦手なんですよね。はい、シールはね、シール後で貼れそうなの後で貼ります。はい、上によいしょランプをセットして、はい、グサッよいしょ、はい、反対側もグサッで、これね合体して、はい、さっき組み立てたのと合体で、柱ですね、柱をセットします。でパイロンですかねをセットして、もう片方、これなんだろうよくわかんないですけどこれね、四角いのをセットして、シャッターのねシール貼るの忘れてました。よいしょ、ペタッと貼っ、あ、これ逆かな、あ、大丈夫かな、ペタッて柱に差し込んで、で合体、はい、これで消防車の組み立て完成です。じゃじゃーん、かっこいい。一回、シャッターがあって、これねこの横のやつくるっと回すと、はい、こんな感じで開いて、この下にね車をセットすることができるようになってますね。で2階もなんかスペースあるんですけど、ここ車入るのかな。まあでも普通に考えたら車はセットしない場所ですけど、まあでもねせっかくスペースあるんで、後でね車入るかちょっとやってみたいと思います。で屋根にはランプがねついてて、すごいねかっこいいですね。で大きさなんですけど、通常版のトミカのパトカーですねと何と比べるんだって感じなんですけど、大きさね比べるとこんな感じで、意外とね大きいんですよね、意外と大きいです。でガレージのところね、通常版のトミカ入れれるのかなって思ってやってみると、んギリ長さ合ってないですけど、入るのは入りますね。横幅はいけますね、こんな感じでね。後ろはみ出てますけど横はいけますね、横は、はい、これぎゅうぎゅうで、はしご車はねこれ横幅そんなないんで余裕ありそうな気がするんで、ちょっとやってみますね。あ、すごい、はしご車はね、あの横にね余裕はあるんですけど、これ高さがダメですね、はしごが当たって通んないです。低いね車のトミカだったら入りそうですね。はい、次はね黄色のカプセル見ていきます。あ、パーツいっぱい入ってますね。これじゃじゃーん、これはベースストラクチャー消防バージョンですね。パーツ多いですね、シールは少ないです。ではね組み立てたいと思います。はい、ぐさっとセットして、まずはフロアですねを組み立てますね。よいしょ、こんな感じかな。はい、で、差し込んで、よいしょ、柱ですかねこれで、真ん中にぐさ、はい、ぐさっと差し込んで、で最後にねスロープを組み立てます。でスロープね2箇所セットできるところがあるんで、こっち側にセットします。あ、シール忘れてたシール忘れてましたねこれ。はい、スロープにベタッと貼って、はい、これでベースストラクチャー消防バージョン組み立て完成です。ちょっとね今車がないんでね遊べないんですけど、はい、またまたね登場です。通常版のパトカー、これスロープね、あ、横行けますね、ギリ通れますギリ通って、上はねさすがにちょっとね狭いんですけどね、こんな感じです。2階のフロアね、通常のトミカ2台ぐらいねセットできそうですね。もう1台、はしご車セットするとこんな感じです。下にもスペースがあるんで、通常のトミカをセットしたりすることもできますね。しかも高いの、結構高さがあるトミカもねセットできます。ではね青色のカプセル見ていきますね。あ、車両出てきましたよついにこれは
NV350 キャラバン消防指揮車ですね。カラーは赤色となってます。前から見ていきますね。あーすごい、塗装すごい綺麗ですね。ヘッドライト、グリル、あとバンパーのところね、綺麗です。で、ボンネットには四季って書いてる。で、ガラスの部分はグレー色のね、塗装になってて綺麗ですね。で、ホイールはね、ノーマル形状のホイールの形の、ペイントがされてて、で、横に広域消防指揮って書いてますね。で、くるくるっと回して、後ろ、テールにガーニッシュ、あと日産のエンブレムですね。で、ハイマウントなんかも、これね、ポコッと膨らんでますね。で、くるくるっと回して、反対側のサイドで、屋根には赤色灯がついてますね。下こんな感じです。タイヤはね、くるくる回るんでね、下に置いて手転がして遊ぶことができるようになってますね。で、大きさなんですけど、消防指揮車じゃないんですけどね、救急車の NV350 キャラバンと比べるとね、こんな感じで、意外と大きいんですよ。意外と大きくて、あんまりちっちゃかったらね、ちょっと持ちにくいと思うんですけど、結構これ大きくて、手に持ってね、遊びやすいです。はい、次はね、赤色のカプセル見ていきますね。パカッ、じゃじゃん、ほっ、次もね、かっこいいの出てきましたね。じゃ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 ーん。よいしょ。はい、中から出てきたのは、これね、森田 CD1 型ポンプ消防車ですね。はい、近くで見ていきます。ヘッドライトとかね、フロント周り、すごい綺麗に作られてますね。で、横ホイールはノーマル形状になってて、あーすごい。この後ろの部分、ホースなんかね、白色に塗装されてて、すごいですね。あと、消火器なんかもありますよ。後ろこんな感じですね。後ろの作りもいいですね。で、反対側にはね、ホースがあって、ホースをね、差し込むところかな、なんかついてますね。すごい、かっこいいですね。で、屋根には、赤色灯と、スピーカーなんかね、ついてますね。で、この網のところシルバーにね、塗装されてて、いや、細かい塗装してますね。いや、かっこいい。で、これもね、手転がして遊べるようになってます。で、たまたま近くにあったんでね、通常版のやつと比べると、こんな感じですね。いや、すごい。よくできてますよね、本当に。細かい部分、しっかり作られた感じになってます。次はね、白色のカプセル見ていきます。パカッと開けて、お、白色。これは、救急車ですね。じゃじゃーん、出てきました。お、またまた、NV350 キャラバンの、救急車ですね、これは。カラーはね、白色になってて、フロント周り、これも作りがいいっすね。消防指揮車と同じですね。で、横ね、ホイールはノーマル形状になってて、赤色のラインがね、入ってて、アンビュランスって上の方にね、書いてます。で、くるっと回して、後ろですね、テールが赤色に塗ってあって、ガーニッシュに、で、エンブレム。あ、これはね、ハイマウントのところ、塗装されてます。すごい、細かい塗装ですね。で、反対側のサイドで、屋根には赤色灯がついてますね。で、底面こんな感じで、これもね、こんな感じで手転がしで遊べるようになってます。さっきね、登場したんですけど、もう一回出しておきましょうか。NV350 キャラバンの救急車。こんな感じ、あ、後ろのランプがないですね、これ。ね。その辺の違いはありますね。でも赤色のラインとかは同じだ。で、くるっと回してね、後ろ、あ、後ろにもラインがない、これ。細かいこと言っちゃうと、赤色のラインがないですね。ただ、ガーニッシュのところね、ここね、シルバーに塗装されてますよね。あと、ハイマウントのところね、赤色になってます。ちょっとした違いはありますね。では、最後、黒色のカプセル見ていきます。バカッと開けて、最後は残ったやつ、日産エクストレイル消防指揮車ですね。じゃじゃーん。おー、かっこいいですね、これ。綺麗な赤色です。近くで見ていくとこんな感じ。ヘッドライト、グリルね。あとバンパーのところね、細かい作りになってますね。で、ガラス類はグレー色になってて、おー、すごい。このサッシのところとか、黒色にね、細かい塗装になってますよね。で、ホイールはノーマル形状で、下の方はね、黒色の塗装がね、綺麗にね、されてますよね。で、くるっと回して、後ろ。これ、ボディが赤色なんですけど、ちゃんとね、テールのところも赤色に塗ってますね。で、ガーニッシュ。消えかけてるけど、シルバーに塗装されてて、あとね、エンブレム書いてますね。で、ガラスがグレーで、両サイドのところ、黒色にね、塗装されてて、いやー、細かいですよね、これ。で、くるっと回して、運転席のドアのとこですね。東京消防庁って書いてます。で、屋根には赤色灯がついてて、底面こんな感じですね。
タイヤもあるんで手転がして遊ぶことができるようになってますね。ちょっとねエクストレイル近くになかったんで大きさね通常版と比べることができなくて申し訳ないです。はい、これで全6種類ご紹介しました。では最後にですね、消防署とあとベースストラクチャー消防バージョンの方をね使って、遊んで終わりたいと思います。まずは消防署、これ2階に車セットできるかちょっとやってみますね。ポンプ消防車高さが無理かな、やっぱりこれ横だったら横も無理横も無理ですね。 NV350 キャラバンもこれは絶対無理ですね、絶対入んない。エクストレイルはなんかね入りそうな気がするんですよ。入るかなって思ったら、あーランプが当たるランプが当たって入んないということでね、このラインナップのポケットトミカはこの2階の部分、このスペースにね入れることはちょっとできないですね。ではね、下のガレージを上げて、でここにね車をセットすることはできます。エクストレイルによいしょ、はい、ポンプ消防車、あ全然余裕ですね高さで。 NV350 キャラバン、おー厳しいかな、えいけ通んないいけるかなって思ったんですけど、これ当たっちゃいますね、やっぱりランプがこのシャッター部分のところに当たるみたいで、車のね上からこうやって置くとセットできますではねベースストラクチャーでね遊びたいと思います。スロープをね走って上にセットを、よいしょ、こんな感じで2階のフロアにね、ポケットトミカをセットすることができるようになってますね。はい、ではね上から降りますね、いきます、せーのよいしょ、いきます、せーのよいしょ。おーベースストラクチャーもう1個ぐらいあったら横にねつなげてかなりね楽しめそうな気がしますね。ちょっとねこの1個だけだとちょっと狭い気がする。まあさっきね通常版のトミカセットしたんですけど、この下にねポケットトミカをセットすることもできるようになってますね。はい、こんな感じです。はい、今回はポケットトミカレスキュー救急消防署編、全6種類ご紹介しました。ストラクチャーに消防署、かなりね出来が良くて、あと車ですよね、大きさも小さすぎず手に持って遊びやすい大きさで、塗装がね本当に綺麗で、シールじゃないのがめちゃめちゃ嬉しいです。今回種類の方がね4種類で、 NV350 キャラバンが、2種類あったんでね、消防指揮車とあと救急車、これどっちかね、はしご車なんかね出して欲しかったですね。はい、ということで今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。